ガネウェイチャンネル第10期、うん、俺の携帯第10期ってことは121回そんなにさっき100何回とかすっ飛ばしたよね。109回すっ飛ばしたよね、さっきね。初めてのゲームは何でしたか、手ごわかったって、うん、第9期、僕さ96回って言ったもん。あ、97回で天満が雪だなーってさ、まあ、ありがたい情報だけどね。なにちゃん、今日何食べる？ちょっと、大まかに決めようや。大まかに、うん、っていうのはラーメンか丼かとかそういう感じ。そんな感じ、そんな感じ。パンとかさ、バーグとかさ、焼肉とかさ。焼肉は時間かかりそうだからちょっと食べない。焼肉食わねえよ、高えだろ。いくら持ってんだよ今日。飯屋に使いたくねえなあんまり。いくら持ってきてんだよこれやら、ね。とりあえず1ギャラクシーを目安として持ってきたの。ギャラクシーか。キャラクシーか。僕二無限だよ。あ、何言ってクシオルフさんって特にやるもないと思って。二無限、二無限だよ。ビルダーで一無限使ってるよね。一無限使ってビルダープラスギャザーボックスで一無限使ってるよね。うん、一無限以上使ってる。矢印なんだこれ。そう、矢印じゃない。直進と曲がればいいってこと。じゃあ、この信号の意味見えよって言われたら、それ前に。あ、こうか。とりあえず橋を渡ると釧路町への入り口というか、そう、市じゃないからね、町だから市だけど、ただ確定してるんだ。フォークだもんね、これ前ちょっと探しに来てたんでね。確か大英はどこ、大英これけど、その循環限定版を買った記憶があるよ。そうじゃなかったっけ。そうだ、どっかの中古、はい、東京書店かな。これはこっちに回るとなんか一本あるのか。もしかして間違った方に僕は今導かれてるのかな。星信号でやるの。いや、ここで心も売られてはいけない。ここでしっかりしなければ。さすがに真っ暗になってきて、どこに行ったらいいのか全然わからなくなってきたけど、ここでしっかりしなければ。あとカメラ変な方向向いてない実は。え、斜めくるね。いやー、ここで押さえて、箱を使わない方がバランスが保っているからね。これもまあ、そんなしたことはないね。リシモ、ウェモト、茶羽根ゴキブリ、え？腹が違ったから、キューピーキューピーだった。とりあえず、さっきからとりあえずしか言ってない気がするんだけど、あの福原に記憶がないことないんだって。アイコクか、この辺だ、アイコクだ。え？ってことは、もう1、2本先に行く。韓国には記憶がある。お、思い出したぞ。この辺はあのドキドキは僕は確かアイシャの初回限定版を1000円で買ったところで。どうなんでしょうね、結構福原ありすぎだろ、ここ。この福原なりに行くと、はい、なんだ楽天店だ。いや、楽天を、あ、しまった。いや、しまってない。まだセーフだ。まだセーフだと思いたい。さすが夜はどこに行くかわからない。ここはどこ？深みにハマってるような気がする。ここは僕の誰？ここはチアだよね、そこは。いいね。あの車を追っかけることにした。もはやそれしか方法はないと思われます。
まだ逃げられる。おお、これは当たり前じゃない。吉野家だ。あれは家に帰ってどっちなんじゃないの。いや、とりあえずあの車を追っかけていけばちょっと見覚えのあるところに出るかもしれない。もういない。いやー、まっすぐ行ってるから。もうちょっとね、キラキラしてるはずなんだ店のあたり。いよいよ店が固まっていってるじゃない。え、いや。いや、じゃあ捜査都合よく行かないの、やっぱり。まあ、あのね、俺そうなんだよね。まあ、二度と行くわけでもないね。バッティングセンターって書いてあるし。どこから？おー、左折のみか。おー、左折のみか。ドックリビンキーがある。そうだ、ドックリビンキー。行けるね。他にあるはず。ここどこ？ここどこ？愛国一丁目か。愛国東一丁目。東一丁目だ。さっきの場所に戻らなきゃ。龍月だ。これ記憶にあるぞ、この龍月。三宝六って言うんだ。そう。嘘って言われちゃった。全くないし。だってあそこに書いてあるぞ、三宝。藤田薬局ドライブスルー。なんだ。さっさと死ねってこと。薬局でドライブスルー。いやー、使うのかな。いらっしゃいませーって言ってくれるんでしょ。バカにしようって。ご一緒にルンなんかいかがでしょうか。いやいいな。バファリンだな。680年になります。いいな、ドライブするのいいわ。スマイル。 ありがとうございました。またお越しくださいませ。言ってくれるだろう。これは中園町か。ジャスコだ。この先3キロだ。ジャスコまで来た。いつかああいうのって治りゃいいじゃん。どっか治すタイミングがあると思うんだけど、全然あのままだよな。